これから、令和4年度補正予算、中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業費補助金について、省エネ診断の受診を希望される中小企業等の皆様へご説明します。本動画の構成はご覧の通りです。省エネ診断、省エネ診断の内容、 省エネ診断の申し込み方法、省エネ診断の流れの順にご説明します。中小企業等の皆様、省エネについてお困り事はありませんか省エネに興味はあるけど、どのくらいのコストがかかるのだろう。高熱費が上がって困っている。点検したい設備がある、など、 お悩みをお持ちの事業者様も多いかと思います。省エネについてご関心やお悩みをお持ちの皆様、省エネ診断から始めてみませんか省エネ診断では、中小企業等の工場、ビル等における設備や機器の管理状況の診断を行います。省エネの専門家が現地を訪問し、 エネルギーの無駄遣いや省エネにつながるヒントを見つけます。管理状況に応じた運用改善や設備投資の提案等を行い、エネルギーコストの削減に協力します。省エネ診断を受けるメリットは大きく3つあります。まず1つ目として、本事業における省エネ診断は、従来の省エネ診断に比べ、 簡易であり、短時間でニーズに応じた診断が可能です。事業者様の希望に合わせて、エネルギーコストが気になる設備から診断を受診することができます。二つ目として、費用をかけず、エネルギーコストを削減することが可能です。すぐに取り掛かれる省エネ取り組みとして、設備や機器の使い方の見直し等を提案します。 三つ目として、省エネ取り組みの立案支援を受けることが可能です。省エネ取り組みは、現状を知ることから始まります。設備ごとのエネルギー使用量を把握することで、事業所全体のコスト意識向上につながります。また、省エネ診断の結果は、投資を伴う設備更新の判断材料になります。省エネの専門家が、 今後につながる省エネ取り組みの立案を支援します。省エネ診断を受ける方は、ご覧の要件に該当する事業者であることを確認してください。本事業は中小企業等を対象としているため、大企業やみなし大企業は対象外となりますのでご注意ください。中小企業等であり、 年間エネルギー使用量が1 5 0 0トル以上の事業所である場合、SII が提供するみなし大企業に該当しないことの宣誓書を提出することで省エネ診断の受診が可能です。なお、学校法人、福祉法人、NPO 法人等も要件を満たす場合は診断可能です。次に、 省エネ診断の内容についてご説明します。省エネ診断は2種類のプランを用意しています。1つ目のプランは設備ごとに単体で診断する設備単位プランです。ご覧の10種類の設備から診断を希望する設備を選択してください。料金は1設備につき税抜き4800円です。 二つ目のプランは、複数設備をまとめて診断するマルットプランです。マルットプランでは、エネルギーごとに設備を診断します。電気をエネルギー源とする設備の診断は、節電プラン。ガスをエネルギー源とする設備の診断は、節ガスプラン。エネルギー種別に関かかわらず設備を診断する場合は、組み合わせプランを選択してください。 なお、マルットプランは原則3設備を対象とします。4設備以上を対象としたい場合は、各診断機関と相談の上、決定してください。料金は1プランにつき税抜き14,400円です。省エネ診断は、設備ごとに用意された基本メニューをもとに行います。運用改善と投資改善。 それぞれぞの観点で診断メニューがあります一例として、空調設備の診断メニューはご覧のとおりです。各事業所の管理状況に応じて、省エネの専門家が最適な診断メニューを実施します。次に、省エネ診断の申し込み方法についてご説明します。 SII のホームページに掲載されているリンクから、省エネ診断の特設ウェブサイトにアクセスしてください。全国各地にある診断機関の窓口へ診断の申し込みを行えるほか、本事業に関する情報や設備ごとの省エネ効果をまとめた参考情報もありますので、ぜひご覧ください。まずは、 特設ウェブサイトにアクセスした後、診断を希望する事業所のエリアを選択してください。省エネ診断の受診を希望される方はこちらをクリックしてください。こちらが診断機関の検索ページとなります。まず、省エネ診断を希望する事業所の地域を選択してください。次に、 省エネ診断プランとして、設備単位プランか、マルットプランのどちらかを選択してください。設備単位プランの場合は、診断したい設備を選択してください。マルットプランの場合は、診断したい設備のエネルギー源に応じて、節電プラン、節ガスプラン、組み合わせプランのいずれかから選択してください。 診断したい設備が2設備以下の場合は、設備単位プラン。3設備の場合は、マルットプランを選択してください。先ほどご説明した通り、4設備以上を対象としたい場合は、診断機関と相談の上、決定してください。すべて選択した後、検索するボタンを押し、検索を実行してください。 選択した希望エリアとプランを元に表示された検索結果一覧からご希望の診断期間を選択してください。検索結果一覧からそれぞれの診断期間で診断可能なエリア、実施可能な診断プランを確認の上、ご希望の診断期間を決め申し込みへ進んでください。申し込みボタンを押した後、 各種確認事項を掲載した画面が表示されます。確認事項をよく読み、同意をすることで、診断申し込みフォームへ進むことができます。診断申し込みフォームが開きましたら、必要事項を入力してください。診断プランや金額に誤りがないか、よく確認の上、申し込みを完了してください。 続いて、小稲診断を希望する中小企業等の皆様へ、事前準備のお願いです。小稲診断の申し込み後、診断機関から中小企業等の皆様へ連絡がありますので、ご対応をお願いします。事前にご覧の書類等を準備いただくことで、診断機関からのヒアリングにスムーズに対応いただけますので、ご協力をお願いします。 次に、小犬診断の流れについてご説明します。小犬診断の申し込みが完了した後、診断機関から連絡があります。診断機関から連絡がありましたら、小犬診断の内容や実施日程等の事前調整を行い、必要に応じて契約等を締結してください。 事前調整した日程で省エネ診断を受診します。なお、診断時、設備によっては稼働を一時的に停止する可能性があります。診断受診後は、省エネの専門家が持参する十字証明書に記名応印または署名をして、当日の省エネ診断は終了となります。十字証明書は、 省エネ診断が実施されたことの証明書類となりますので、ご協力をお願いします。後日、診断結果をまとめた診断報告書をもとに、専門家より報告を受けてください。合わせて、運用改善や設備投資の提案を受け、専門家と一緒に今後の省エネ取り組みについて検討してください。 報告と提案を受けた後、診断報告書を研修の上、診断機関から省エネ診断の請求書を受領してください。報告会の後、省エネ診断費用を診断機関に支払いし、省エネ診断は完了となります。なお、支払いは銀行振込にて対応してください。また、後日 SII より、 別途アンケートを送付します。アンケートの回答にご協力をお願いします。現状を知ることが省エネ取り組みの第一歩です。省エネ診断から始めてみませんか省エネ診断は特設ウェブサイトからお申し込みください。ご不明点については お気軽にお問い合わせください。